今回のランボルギーニカウンタックはどこから見ても本当によく作られていますね。これは本当に素晴らしいと思います。皆さんこんにちは、チーソーレゴビルダーヒロギーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスピードチャンピオンランボルギーニカウンタックです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2022年に発売されたレゴスピードチャンピオンです。はい、外箱はこのようになっていて、実は前々からこのランボルギーニカウンタックはめちゃくちゃ欲しかったので、ついに手に入ることができてめちゃくちゃ嬉しいです。箱の後ろはこのようになっています。こちらの定価は2780円で、ピース数は262個です。ではこちらのランボルギーニカウンタックを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。うおー、めちゃくちゃかっこいいですね。いや、これシール貼らなくてもすごい完成度高いですよ。いや、素晴らしいです。ちなみに組み立てに全部で40分かかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、ランボルギーニカウンタックです。はい、完成しました。これでシール貼ったらめちゃくちゃ完成度が高くなりました。まず付属のミニフィグを見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、今回のミニフィグはレーシングスーツバージョンになっています。このランボルギーニのロゴがあるのがすごいいいですね。そしてこのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、このように顔を回転させて表情を変えることができます。そしてヘルメットが付属しますので、このようにヘルメットを取り付けることもできます。ではこちらのランボルギーニカウンタックを見ましょう。今回はがっつり白ベースになっていてめちゃくちゃかっこいいです。はい、では全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ちなみに今回のシールなんですけど、透明シールになっていてすごい白色が目立っています。側面から見るとこのようになっていて、レゴスピードチャンピオンってこういうところってシールで再現されてるんですけど、これはがっつりパーツで再現されています。そして今回のホイールパーツなんですけど、いつものホイールパーツと違ってプリントパーツになっています。後ろはこのようになっていて、今回バックライトの造形がすごい面白い形をしています。でここにランボルギーニカウンタックと書いてあります。続いてウィング周りはこのようになっていて、ウィング周りについてはほぼパーツで造形されていて、こういったところはシールで再現されています。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。じゃあ操縦席部分を見ましょう。操縦席の造形については結構シンプルな形になっています。ではミニフィグを乗せてみます。ちなみにこのランボルギーニカウンタックはミニフィグが最大2体まで乗ります。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。今回のランボルギーニカウンタックはどこから見ても本当によく作られていますね。これは本当に素晴らしいと思います。では最後にいろいろと比較しましょう。まず同じ白ベースの
日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。大きさについては GTR ニスモの方がちょっと高いですね。で、造形についてはもう間違いなくランボルギーニカウンタックの方がめちゃくちゃ上です。じゃあ続いて前回作った、はい、こちら同じ白ベースのケーニグセグジェスコと並べるとこんな感じです。大きさについてはほぼ一緒ですね。では最後は僕が一番お気に入りのこちら、ジャガーのフォーミュラ E と並べるとこんな感じです。いや、この並びめっちゃ最高ですね。ちなみに大きさについてはフォーミュラ E の方がちょっとだけ長いです。はい、レゴスピードチャンピオンランボルギーニカウンタックはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンランボルギーニカウンタックを組み立ててレビューしていました。これは僕が今まで作ったレゴスピードチャンピオンの中でかなり完成度が高いので、これはめちゃくちゃおすすめできます。こちらのランボルギーニカウンタックは今も発売されていますので、気になった方はぜひ作ってみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。